ハローネイバー2。今回ついにね、ハローネイバー2の配信が開始されました。もうめちゃめちゃ待ってました。怪しい隣人さんの家に不法侵入する激ヤバゲームです。なんかね、その隣人さんは隠してるらしいんだよ。その謎が今回ついに解き明かされるということで、早速やっていこうと思います。新規ゲーム、今回ね、プレイステーション5でやっていきます。アンテナカーみたいなんがロードだったけど、テレビ局員なんだよね、主人公が。おー、荒い運転やめて。いきなり出た出た、これ主人公ね。はいはいはい、行方不明の子供たち。あー、カメラでね。まあテレビ局員というか、もう、そこを映すことあんまないけど、普通テレビ局員というよりなんか記者みたいな、週刊誌の記者みたいな感じか。お、なんだ、静止画で撮って意味ないだろ。揺れてる、揺れてる木を。あ、いた、いた。めっちゃさらってくやん。いや、堂々と。やばい。おいおい、逃げた方がいい、逃げた方がいい。鍵、鍵しっかり。その鍵じゃないだろ、絶対に。この車、急げ急げ急げ。ああ、うわ。ちょっと待ってくれ。めちゃめちゃ怖いじゃん。危なっ。うわ、キョロちゃんもいんのか。あ、これでこの納屋に突っ込むところからスタートなんだ。ベータ版でも確かこの納屋からスタートだったんだよね。あ、そういうことなんだね。で、これ普通にやっても、あ、焼く。普通にやった、開いた。まずここに3つのギアを入れなきゃいけないんだよね。ああ、こういうのも使えると。これいきなり開けれんじゃね。よし。でも中にはなんか腐ったなんかな、謎の何かしか入ってない。あー、ありました、1個目のギアで。これぶん投げることもできるもんね。荒すぎなんだって、やってることが。まず1個目のギア、ここに入れる。で、こっち側も鍵が閉まってる。あ、でも真横に置いてあるよ。これ防犯上良くないね。全く意味ないもんね、鍵として。あ、あ、取れなくなった。ちょっとごめんなさい、プレイステーション5版ちょっと初めてなんで。よし、ありました、青のギア。そして最後が赤のギアと。赤のギアは、いや、なんかちょっと離れたところにあった記憶あるなあ。こっちですね、完全に。はいはい、ここもさっきのバールを使うと。まあ、ここら辺はサクサクですよ。なんてだって僕はベータ版をね、しがみにしがんでますから。ここをちゃんとやると OK。で、ここを飛び越える、飛び越える。で、これはしご登るのかな。うわ、いや、でもね、進化してんだよね、だいぶ1の時から比べて。それがめっちゃ好き。あれ、赤は、あ、こっちか。上まで登ると。この動作なかったもんね。よし、さあこれをもらっていこう。 OK。 で、こっちと。よーし、さあ外へ出ようか。でも多分ベータ版とは内容変わってると思うから、こっから初見だね。うん、うわ、エール、いっと。結局やばい、データ消される。危な、あ、やばい。おい、命より大事なんだ、そのカメラ。レイブンブルックスへようこそ。町の名前か。こっから初見だな。これは主人公の家か。こんなとこに鏡置かれてんのやだな。なんだ、いや、怖い怖い怖い、ホラーすぎるだろ。警察官来てる。これちょっと待ってよ、どうやってバッグの中身とか見るんだ。バッグの中身の見方がわからん。これだー、ミニバール来た、ミニバール。
毎回アイテムはねここに小さく保存されるんだよね。これも取っとくか。これ確か監視カメラを見るためのやつじゃなかったっけな。おい投げんな投げんな投げんな、おいおいどうした、苛立ちが見えるな。もうどうやって使うんだこれ、使い方が分かんないな。なんでまだあれかな、カメラを置いてないからかな。まだ警察官がなんか事情聴取に向かってる映像がひたすら流れてる。あ、ドローン使えんのもしかして、これドローンカメラじゃない。てかここか、今回の舞台はドローン。行け、行った、行った、ドローン消えた、ここにいる。あ、これ使えそう。ちょっと待って、これを来ました。うわーすげー、これバッテリーとか無限なんか。え、もうドローン使えたらさ正直行く必要なくない。あ、奥はすごい都会なんだね。隣人さんの家はどこなんだろう、果たして。なんか BGM がいい、ディズニーっぽくて。まあ一回ドローンでもここに待機させとくか。え、ドローン使えたらマジでかなり広がるけどね。隣人さんに取られたり盗まれたりすんのかな。とりあえず自分の拠点見て回るか。このパソコンとかは使えない。ああ行方不明者の子供たちが、あの隣人何考えてんだマジで、子供たちを誘拐しやがって。はいはいはい、この町の家は多分基本的に全部行けるはずなんだよね。さあまず何からしようか。まず屋上に上がろうか。まずはね、初手屋上に。うわ綺麗なとこ。そう、一番上まで上がってみるか。一番上まで上がってみて、まず町の感じを見よう。お、ここにもカメラ置いてある。おお、いや大きすぎあのバカなんですか。で、同じ画角しか映んないって、こんなん同じ角に置いてもバカじゃん。もうこれ大丈夫。とにかく町の様子からまず伺ってみるか。隣人さんの家がどこかわかんないけどね、今のところ。上登っても何もなかったな。主人公がちょっとおバカさんってことが露呈しただけという悲しさ。まあ、いや、とりあえず降ります。よし、アイテムとかもなかったしね、基本的に。すごいとこに建ててんな家。じゃあまずこっちの豪邸っぽいとこから行きますか。豪邸だね明らかに。これかなり前にやった体験版の時も確かあった家かな。犬飼ってる家かな。あ、そうだね、銅像があってね。てか身長低くね俺。え、身長低いの。いや門がでけえ。なんかがありそうだな。何これ、1996年、何なんだろう。ここ確か犬飼ってんだよね、どう猛な犬。あーでもあの銅像が鍵握ってない。体験版の時は握ってたんだけどな。門でかすぎだろ。まあどっかから入れるところありそうだなこの豪邸。でも一旦は置いておこう。はいはいはい、キョロちゃんとかいる可能性あるからな。うわー街の感じすげえな。あそこは行き止まりなのか。あ、走ることもちゃんとできる。まあ当然か。こっちは完全行き止まり。なんかでかくない全体的にだってここ一応立ってるんだよね、しゃがんで。これだもんね、子供なのかな主人公。そういうわけないよね。この街なんか全体的にでかいぞ。怖、巨人の街巨人の街とかってこと、よくわかんないんだけど。とりあえずこの家とか見てみるか。お邪魔しまーす、週刊誌でーす。ちょっと調査で来ました。あ、違う違う違う、これドローン押しちゃう。待て、これミニバールに切り替えて。あ、ミニバール捨てないで。ミニバール捨てがちだな。あー、またドローン、ごめんなさい、ちょっと慣れてなくてマジで。ここ開かない、もしかして扉開かないな。この家は入れない家か。なんか上怪しいけどな。まあ入れない家もあると。この緑の家は入れないっぽいね。うん、ここら辺もじゃあ入れない家の可能性が高いのかな、もしかして。この家は、うーわなんか入れなさそう。入れないわ。オッケー、
じゃあ、やっぱ道沿いのとことかの方が入れるのかな。あ、ここはなんかあったな。なんか、ショップなんだよな。ご飯屋さん？あれでもなんか閉まってんの。起きそうにないし。なんだ、まだストーリーが進んでないから回転してない的な話？てかなんか、この街、誰もいなくねえか？ほら、クローズしてる。え？どうしたんだこの街。誰もいねえ。全員誘拐された説がある。隣人さんに。てかもはや隣人でもなんでもなくね。冷静になったら。家隣とかじゃないし、おい、ついてる床に。地面についちゃってるって。ブランコが。いや、開かないよ。もう全部開かないけど。ここは？この赤い家は？おー、主人公の影がおもろいな。焼き芋してたね、ここで確実に。え？乗り捨ててある。自転車には乗れないのか。ここもなんかでも誰もいなさそうじゃない？かっけえ！マンホールかっけえ！ここもなんか。すいません！廃墟っぽいな。誰もいないぞ。あそこが俺のね、家だもんね。お！めちゃめちゃいいツリーハウスがある。すいません、誰かいます？すいません。誰もいない。あ、ちなみに音声認識機能はないんで音声認識機能は一切ないんで、あの、僕がどんなにすいませんって言っても反応してくれません、もちろん。はい。なんだろうこれ。人魚。そしてなんか女の子と。いや、あ、警察車両ある。待って、あそこに行くべきだな。の前に一回ちょっとこう登ろう。このツリーハウス。めちゃめちゃいいもん。このツリーハウス。うわ、いいな。ユニバーサルを感じるね。ミニオンの世界観だね、これなんかね。至るとこで焼き芋しようとしてるな。ここら辺も開かないまだ、もしかして。あー、じゃあおとなしくこれ、警察の場所。おい、どうしたどうした。ストップストップストップ。ん？ストップじゃない。よく見たら。ソプトだ。なんだソプトって。え？ちょっとこっちも一応見とくか。警察の方がなんかストーリー進みそうだけど。何これ？なんかでっかい看板で行き止まりみたいになってるな。ああ、この街の名前か？ああ、っぽいね。だってあの主人公が確か最初にさ、トンネルくぐってきたもんね、車で。で、この奥からこっちへ来たけど、看板で道も塞がれてる。もう完全に閉じ込められてんな。孤立した街。あそことか気になる。全部行こう。後から。あと、この先は一体何があるんですか？ちょっと見ていい？落石注意みたいな看板もあるけど、こんなとこ落石しないもんな。あれだな。絶対隣人さんの家だな、あれ。あそこに侵入しますよ。はい。おい、俺じゃん。主人公、ダメみたいな書いてあるけど。いや、そんなん、どんだけ書いても意味ないでしょ。まあ、いや、とりあえず行くか。とりあえず警察の元行くか。ああ、いたいたいた、警察官いた。第一村人発見。警察官。不穏すぎるって。すいません。あれ？え、これダメ？捕まっちゃう。あ、え？なんか、ダメっぽいな、今の感じ。侵入しなきゃいけないのか、あの家の中に。何かがあるんだな、あの家の中に。で、俺は、多分、あの警察官に見つからないように侵入しなきゃいけないんだ。わかりました。行きましょう。得意です、そういうのは。不法侵入歴、5年。警察に通報するなら今です。待てよ、ここか？そんな簡単なわけある？開かないよね。安心したよ、ハローネイバー2。ここが開いて入れたらさすがに簡単すぎるもん。さすがにそれはないよね。はいはい、ここかな。ここもでも開かなさそうだけど、どうだろう。おう、簡単だな、でも。あ、え、これ体験版の時に忍び込んだ家だ。あそこのダクト覚えてる。覚えてるぞ、この冷蔵庫とかも。え、もう、でも隣人さんの、この謎も解いたよな。
そう、この家の上に解いたんだよ。でもなんかここの家で事件が起きたのか。え、なんだ、なんか起きてんな、事件が。なんかホラード上がってんな。あの扉の中に入ったんだよね、体験版では。ここの部屋は、あれでも上下反転してない。確かここの部屋上下反転してたんだよな。あれ夢だったのか。シャワーは使える、水は止まってないようだな。ゆっくり行こう、警察官がいるかもしんない。これはなんだ、扉の中に入るのが正解なのか。あー、子供たちの行方不明のポスターがある。2階は相変わらず上がれない。これは元から上がれなかったんだよ。ハサミがあったら切れる。ハサミ見つけて上に上がるんだな、これ。確かに2階行けなかったもんね。はい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 。いや、この地球儀めっちゃ怪しいんだよな、なんか光ってる地球儀。はい、謎のブロック来た。パスコードパターンか。前回は屋根の上に、屋根とか天井にパスコードが分かりやすく書いてあったんだけど、ないね。そういうのはなくなってる。あの警察官、ザルだな。仕事全然してねえ。あ、待って、なんか分かったかも。これ絶対ブロックだな。この。あのパスコード。あ、さっきと同じ絵がある。なんで？ああ、そういうことか。あそこで遊んでた子たちがここに連れてこられたんだ。さらわれてきたんだ。え、怖っ。急に怖くなってきた。急に。やばい、警察官の声すんな、なんかちょっと。絶対でもこのブロックは関係してる。お、あ、やばい、これ時間差で来る、警察官が。ここで隠れようか、一回。あ、入ってきた。いや、でも今チャンスだな。待てよ、あれを確認してる間に俺はこっち側から回るってわけよ、この部屋に。お邪魔しまーす。ちなみにここはまあ開かない、鍵が必要。お、ミニドアがある、ミニドア、犬用の。俺その犬用でいいから。あ、あー、ここでなんか警察が、やばい、危ねえ。警察がなんか現場検証をしてたのかな。ブロックじゃないのかな。1番ここ、2番ここ。え、どういうことだ一体。まあいい、とりあえず、ちょっと待って、警察官の声が怖いな。とりあえずブロックがあと見当たらないね。見当たらない。パスコードだと思うんだけどな。あんま音立てない方がいいかも。この目怖いな。けど関係ない。こことかも開かないんだよね、もはや。開かないとこは意味ないしね。絶対そうじゃん、これさ。この、これに色ついてんじゃん。これをこの通りに並べるんだよ。あ、もう分かっちゃったよ。俺謎解き能力上がってんだよね、ここ最近。中にいんのよ、俺の中に。ホームズが、シャーロック・ホームズが俺の中にいるんだよね、最近。絶対ここにある。あった。おい、ここなかなか確認しない。ヒョウ柄、ヒョウ柄っていうか、なんだろうこれ、キリン柄、キリン柄、キリン柄の便座カバー。ちょっと一回入るか、一旦ね、清めなきゃ体を。あとある色としたら黄色とかか。どこにあんだい一体。まあもう一桁だからなんとかなるけど、正直総当たりで。あ、ここ取れるの、ボールで取ってみる一回。あ、え、なにこれ。あー、人形だ。これまた家の上に置くのか。なるほど、この謎解きもあんのか。一番左だね、わかりやす。左に置く。え、なんで開いた、なんで開いた、やばいか。え、なんで開いたの。来てる警察官。じゃあ閉めて。閉めてくれ、頼む。危ねえ、なんだ今の。
てかもう一個のブロックがマジでない。総当たりするか。ああった4ね。オッケー、入力しちゃうか。お見通しだよ俺にかかれば。赤青緑黄色1984だ。1984来ました。あ、鍵か。でもやっぱアイテムいっぱいだ。捨てるか、せっかくだし。窓割って捨てるか。いや絶対来る絶対来る絶対来る。ごめんなさいごめんなさい、絶対来ます。警察が、え、来ない、来ないなら仕事してくれ逆に。投げ捨てる。大胆な犯行。鍵か。でもあー想像したのと違うな。これだからあのさっきのメインの鍵ってことでしょ。ってことは繋がんないね。次には繋がんないな、この謎は。いやまあ1個解けたのはありがたいけど、どの鍵だこれ。どの鍵だ。あ、一番上だった。まあ一番簡単な鍵ということか。まあでも人形はあと2つ。あ、絶対来てる。大丈夫か。もう来てた。人形あと2つは絶対この家の中にあるもんね。隣人さんと男の子の人形、それも見つけるか。とりあえずバールでもいけるだろう。てかハサミでいけるならバールでいけるだろう絶対。なんかパトカーにあったりしない。あ、なんだ今のマーク。てかなんかパトカーの癖強っ。カメラついてるし、パトカーの癖強っ。カメラサイレンか。でも開けれない。なんか今マークみたいなの出たけどね。なんか今謎を一個判明したのかな。壁の絵とか。あ、怪しい。あー、なにこれ。 RTM なんだこれ。全部のアルファベットあるわけではなさそう。なんだ MKK MNK MOK MTK。 なんだろう。 MTT なになになに。なんかヒントあんのかな、この絵に。3文字の英単語。どっかにあったっけな、そんな都合のいいもん。ネイバーとかも違うし。あ、 SEG じゃね。違うか。 SEG なかった気がすんな。でも今3文字ちょうど。でも何の意味もないけどね多分。けど S がもはやないもんね。うん、ない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 。意外と少ないよ単語が。人に会ったら上がらないから。意外と適当に会いたりするときあるからな。あー、一回登ってみるか。はいはいはい。あー、ダクトの中に隣人さん発見。そして、あー、なんかここにあんだ。バツ印あるな。ここに行けと。ここどこだ。この家がこっちの家かな、向かいの家。もう一個あれかな。あ、え、まさかお前上行くのか。上行く、上の部屋。単語教えてくんな。やばい、バレた、バレた。でバレたとしてもここには上がってこれないはず。あいつはさすがに先行くか。外危ないな、これ置きに行くの。別に余裕あるし、持ち物には。もう隣人さん大好きみたいになってんじゃん。あー、ちょっと待って、これ大きい家でしょ。だからちっちゃい家と、やっぱ釣りハウスだ。やっぱ結局釣りハウスだわこれ。あの上まで上がんなきゃいけないのかな、もしかして。上がってみるか。絶対怪しいと思ったんだよねこの釣りハウス。やっぱ絶対なんかあるじゃん。けどこれどうやってこの上には登るんだ。あ、はしご下ろしてこなきゃいけないんだ。え、これ降りてくる。いや降りてこないぞ、降りてこないぞ。
物当てればいいのか、まさか。いきまーす。あ、返して、返して、隣人さんのやつ。ちょちょ、盗まれた。おい、返せ。お、ダメだ、全然降りてこないし、隣人さんのやつも盗まれた。え、やられたな。これどうしたいの、これ積んだとこないよな。もうやだぞ俺。あ、ロードしたら隣人さん帰ってきた。よかった。よかった。皆さん、変に投げないでおきましょう。あんなはしごみたいなとこに。神ゲーじゃないの。つまないようになってる。で、まあ、隣人さんとりあえずこっちと。でもやっぱり、男の子は足りないね。よっ、やばい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 。やばい、さ、あっぶねー。捕まる捕まる、やばいやばい、めっちゃ来るじゃん。そういえば俺にはドローンがあったこと完全にすっかり丸々忘れてたぜ。これさ、ドローン使ってさって思ったけど、ドローン動かねえんだけど、なんでドローン使ってこのさ中をさ見てみたらいいんじゃねって思ったんだけど、これドローンが言うこと聞いてくれねえ。え、あ、俺あそこにいる。え、なんでだ県外なのかなこれ。ちょ、ドローンちゃん、あ、ドローンちゃんあそこかな、あれかな、あ、ドローンちゃんえ、動けないよ。ドローン動かなくなった。え、ちょっとドローンちゃん、完全にドローン縛りですこれは。動かなくなりました、やられたマジで。トランポリンあんじゃん、まさか、まさか。おいおい、絶対いける、いける。あ、惜しい、これ絶対いける。おい、めっちゃ便利なもんあんじゃん、絶対これだな、使うべきは。はい、来た。で、飛び乗んのかなそっちに。これ待って、家の中とかは別に入れないよね。ちょ、バールに変えとこ、ミニバールに変えとこ。よし、ここからここに飛び乗って、来た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 。え、すごいワクワクする。お、なんだ、ミニカーみたいなのも通ってる。すっげえワクワクする、なんだこのいい家。ここに住もうよ、もうやめよ誘拐とか。あ、これなんかあったね、手を、うん、もう一個つけてあげて、あの正しい向きに変えるんだね。あ、てかこれはしご下ろせる。あ、よしよし、これがしたかったね。あ、ちゃんといる。持てなくなってるけど、このびっくりチキンたち。あー、なんかここにレバーをつけたら、あー、ここで切り替わってこっちへ落ちてくる。で、びっくりチキンの腹に直撃するけどね、電車が。あー、ハサミあった。いや、取れ、これはもう手突っ込んだら取れるって。なんで電車で押さなきゃいけないんだよこれ、わざわざ。手突っ込め。おい、これは取れるだろう。何これ、あ、あったじゃん、めっちゃ簡単に。あれ、めっちゃ簡単にあったんだけど、なんだおい。で、これ上、あ、違う、待てよ、これミニバールに戻して、上向きだね、これ上向き、こうだ。あ、え、これまさか、まさかまさか、これじゃね。はあ、いや、それこれやめて、毎回使うの、ドローンを。もう動かないんだからあいつは。これで切り替わったから、まさか落ちてくんのか、落ちてくんのか。え、来ない。あ、あー、来た。おおすげえ。うわー、感動的だわ。でもちゃんと止まったし、ありがとう列車ちゃん。いや、これハサミはでけえ。ツリーハウスっていいね。でもね、なんかもし将来家を建てるとしたら、家の庭になんか大きな木を植えてツリーハウスとか作ってみたいな。うん、そう思いましたね今。さあ、じゃあ行くか。絶対警察官いるからな。お邪魔しまーす。すいません、取ります。2階に上がりたいだけなんです。僕はただ怪しいものです、正直。よしよし、巻いた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 ？巻いてない巻いて、うわちょ
マジか。あ、よかった、握りしめてたハサミ。どうしようかなこれ、どうやって巻こう。やっぱあそこで鳴らすか。これ待てよ、これ鳴らして、あれ、あれ鳴らなくなってる。あー、鳴った。壊されたかと思った、警察官に。やばい、いやでも絶対俺の方来る。だがしかし、いけるのです。チョキチョキ、やったー。うわー、びっくりした。でも2階への扉は開いた。1階で切って1階で登る計画通り。ん、見つかった？あん、ノー計画通り。よし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 、向こうへ行った。その隙に上がるってわけよ。さあ、英単語の謎まだ残ってるからね。2階を拝見しよう。怪しい、なんだ。お、え、これドローンのやつじゃない？あ、違うか。あー、カメラのやつだこれ。なんか登ってきそうで怖いな。待てよ、これミニバールに、あ、いや、ミニハサミに変えとこう。ミニハサミ飛ばすな。やべ、こいつの飛ばし癖が出てる。よし、ミニバールに変えようじゃ。もうハサミ使わないでしょ。なんかの設計図。お、ジェットコースターみたいな設計図。う、何、まさか。うそー、くんの。めちゃめちゃ警戒してるんだけど。当たり前か。なんでここにあるんだろうね、監視カメラが。あー、これ毎回見ちゃうな。これちょっと改良してほしいです。とりあえず閉めるか。ゆっくり見る時間はないぞ。てか俺ハサミ使うくね、ここで。ちょっとハサミここでバリ使うんだけど、なんだ、なんかあんな。俺ハサミぶん投げたぞどっかに。あれ回収可能か。警察官来そう。一回入っていい？声するもんね、割と近くで。これバレバレじゃね、てかさすがにバレバレじゃない。あ、やばい、大丈夫かな、来てないか。待てよ、これ俺がぶん投げたハサミ、おー、奇跡的に回収。これ一回切ってみるか。なんだこれ。あー、なんかの証拠写真っぽいな。俺と同じ仲間の記者が、あっ、あっ、隣人さんの顔もある。ここにどんどん集めていくのか。あー、ここでも目覚まし時計で警察官を呼び寄せることができるっぽい。あの警察官マジか。でもドン引きだわ、毎回おびき寄せられんの簡単に。ここなんか奥ありそう。やばいやばい、あっぶねえ、やばすぎ。来てる来てる来てる、やばい。でも絶対バレてるやろ。絶対バレてるやろ。いや、いいんだ。俺出てない、俺出て。逆側も見てみるか。こっちだね。なんか鎖の部屋があんな。待てよ、急がないとまずい。うわー、ここも広いね、また。はい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 。あー、ここ切れる。何が入ってる。あ、またあの写真、警察官がなんか隠してんな。お、何これ。あー、電池入れないと作動しないっぽい。やばい、来るかも。電池入れたらこのラジコンが動き出すのか。面白い、実に面白い。ボタンだ。ん、なんか、あ、なんか開いてる、鳩時計みたいになってる。これなんか物乗せればいいだけ。じゃあちょっとバールに、ミニバールにやってもらうか、ここの作業は。はい、あれ、え、人間じゃないと無理。やば、来た。うわー、びっくりした。やべえって、うわー、くそー。なんで来るんだよ、ガチャガチャやったからか。おい、優秀だな警察。なんだこれ、ここにもスイッチがある。この本棚動くな。あった、やばい、まずい。うわー、ダメだ、惜しい。今のスイッチなんだけどな。くっそ、もう正面から行ってやる。何があるんだこの奥には一体。よいしょと、はいはいはい、部屋、あ、開けれる。監視カメラだ。
わあ、クモの巣。あ、取れる。ハサミで取れる。クモの巣。ハサミで切らなきゃいけないクモの巣って何？サクサクサクと。あ、バッテリーだ。はいはいはい。なるほどね。これでも開いたら？いる？大丈夫か？怖っ。持ってきたけどあっちまで。いない？もういない、奇跡的に。ありがてえ。刺す。動かす。いた！行けー！あれ？え、どこ行っちゃったの？あれ？帰ってきて。あ、え、監視カメラつけてる場合じゃない、ここに。あれ？はーい。あ、やばい。音バレした、絶対。あ、バレた。やばい！うわ、くそー！え、どこ行ったんだってか、あの。え、あの。待って待って。え、あの。ラジコンはどこへ行ったんですか？いいんだよ、動かないドローンは。これもう動いてるもんね。声、あっ、2個目の鍵だ。なるほど、くっついてくんのね。やばい、バレた。いやーもうちゃんとこれやって行って、でくっついて帰ってくんのね。おお、今一瞬で帰ってきたけど。あれ、バレた。見つかってんのよ。完全に見つかってる。いや、こんな、ここに隠れてるだけじゃダメでしょ。あれ、バレてない。隠れられてんのこれ、俺今。嘘でしょ。頭悩ましてる。いや、でもバレた。え、どっちなんだこれは一体。動けねえ俺。来れないところはバレないとか。え、よく分からんけど、それもすっごい上上がったけど。おい、あ、バレた。普通に見つかった。何だったんだ今の。さあさあ、とりあえずこの鍵で2個目の扉開けちゃうか。扉ってか南京錠。このさあ、カメラなんか使いそうだけどね。でもどこで使うのかがわからんな。警察官が何をしてるのか見んのかな、監視カメラで。どこの鍵だ、一番下か。はいはい。いやー、まだでも2階は何かしらありそうだけどねって思ったけど。そういえばまだあれだ、完成してないんだ、あの写真が。これまだ警察官上にいるな。なんかこの上に、あ、なんかある。やっぱりクモの巣全部切れるって思ったら、ここにもなんか、なにこれ、これ何、なにこれ、夜間、なにこれ、待てよ、これなんだ。あー、わかった、重りだ。奥の扉開けれるんだ。そういうことか。いる。完全にいた。どうしよう、どうやっておびき寄せよう。あった、ここか。こっちに隠れておくとかか。さては、さあ奥まで行け。でも毎回いいとこにあんだよね。はい、来た。行ったね。今のうちに行こう。走る。よし、で、置いてみよう一回。おい、おい、来た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 。で、怖いから一回隠れる。あぶねあ、いや、あ、盗むなよ。え、待って、持ってかれた重し。おい、蹴るな俺の重しを別に盗むわけじゃないんか。あ、行った、向こう。蹴られた俺の重り。何すんだよ。これ優しく置いて。よし。で、来る。あ、あった、また一枚。来てる。怖っ。あー、隣人さんの顔、体だね。どこにいるだろう。
まあそれはまずい。いやダメだよね。さあいないと。これでもさ、完成させたからといってどんな写真なんだこれ。大事な部分がなくなってるね。あとでもクモの巣が張ってそうなところもないし。いや来てんな。監視カメラ何に使うんだろう。文字映んの？なんだこれ。なんかヒントっぽい。初めてローマ字見た。絶対これあれじゃん。なんだこれ。 NOT か TON か。大文字大文字 T を、あ、いや N もあるな。ん？なんだ？ N が2個ある。 T もう、なんだ？めっちゃヒントっぽいけどな。いや N だな多分。左 NOT とか。あ、ホワイトノットだ。ノットだったらなんか自力でいけそう。あ、え、あ、すいません。あ、すいません。あ、お疲れ様でした。あ、待って、人形あったね。おい、これだいぶ進むぞ。これだいぶ進む。一回でいいんじゃん。一回で解けるんじゃん、この謎は。待てよ。まずなんだこれ。バールはもういらん。はいはいはい、この子がいると。これ、鍵かな。なーにやってんの、何やってんの俺。ちょっと一回重点的に見るようになったな、これ。もしかして2回行った方がいいんじゃねえじゃん逆に。今2階がチャンスなのでは。あ、まずい。これ一番良くない。2階の謎はでももうないかな。軽く見た感じどうなんだろう。なんか情けなんだよな。最後、あの額縁っていうか写真みたいなやつを完成させる。あ、マジか。こんなとこに、これまだ開けてなかったな。そういえば今のとこにあんのか、バールの場所。全然あったかも。え、どこ行った？下降りろ、下降りろ。いや怖いな。警察官がマジで怖いな。よし、チャンス。何が入ってる？あ、まただ。また一枚の紙。いるねこれ。あー、いた。走れ、走れ。よし。で、ちょっと待って、一回逃げよう。一回逃げます。やばいんで。人形かな先に。これ先に人形説あんだ。あ、バレたか。違ったね。先に上だったね。今上上がってくの確認したんで、僕は下で人形を堂々と置きます。堂々とね。よし、何が起きる。鍵か。鍵だ。あと一個だよ。あとハートの鍵。かわいいハートの鍵だ。でもあの絵を完成させたらもしかしたら終わる可能性あるもんね。鍵が出てきて近いぞ俺たちの勝利は。なんで俺警察に追われながら謎解きまでしてんだこれ。てか冷静になったら警察からしてもこれ謎解いてくれた方がいいんじゃねえの普通に。おお、なんだ。やっぱり、おいおい、取りづら、取りづら。これよっしゃ、いただけ。ハートの鍵くんなよ。まずい。そりゃまずい。やばい、やばい。あっ、
ぶね逃げる技術上がっております。バレてるこれ、バレてない、バレてない、バレてない、よしバレてない、よしバレてない、よしバレてない、当たり前でしょ、バレるわけがない俺が。あー全然バレてなかったな、余裕すぎるな。どっち行った、下降りてったな、あいや起きたか、ナイスすぎる。じゃあウィーニングラン、うわー危ない危ない危ない、捕まったら没収だったぜ。鍵が、日が暮れてきたな、戦いが長すぎて。さあ警察官、どこへ行く、君はどこへ行くんだい。あ、リミング入ってない、チャンスだなこれ。来ました、堂々と来ました。よっしゃ、なんだ、閉めよう、地下だ、子供の遊び部屋にしてたのかここ。同じおもちゃがあるね。ここで、こんな狭いとこで、え待って、来る、ここも警察もしかして来ないよな、さすがに。隠れるとこあるけど、なんだ、どうしたらいいんだ。え、まあとりあえずここの鍵開けるって思ったけどない、赤の鍵なんてないぞ。なんだこれ、お、なんだその鍵、あー上、あの奥のとこにやっぱ閉じ込まってて解決済み。あ、この鍵やっぱあの最初に言ったさ、奥の家、あそこに繋がってくるんだね、やっぱり。あ、なんだ、紙飛行機、いた、あ、行方不明者、ヘルプミー、助け求めてる。え、これ、え、飛行機追っていけばいいのか。え、いや、やっぱあの家でしょ、あれが隣人さんの家でしょ、だからん、違う、あれ、いやいやいや、紙飛行機うまっ、紙飛行機で道つくの、いやいや紙飛行機多すぎない、ちょっと待って、紙飛行、え、え、やっぱ分かんない、あ、どこ行ったらいいか分かんない、あれ、やばい、どうしたらいいんだ俺は一体。いやでも紙飛行機はこっちで繋がった気がする、いや怖すぎる、全部にヘルプミーって書いたのかな、直筆で。その労力他のことに使った方がいい気がするけど、え、こっちで繋がってんの、あれ、あれが隣人さんの家じゃないのか、なんかこっちな気がする、照らされてるもん、照らされてるもん明らかに。やっぱここか、こっちなんだ、こっちっぽくない、え、ここか、今回のある、ここに入んなきゃいけないんだ俺は。なるほど、ということで皆さん、ちょっと今回のパートここにしとこう、次回この家の中に入りつつ、この町の秘密、そして隣人さんの秘密を暴きたいと思います。ではポッキーでした。めちゃめちゃ面白い。次回続きます。